前回の超わかる高校数学は、次の問いに答えてください。じゃんけんの問題は対戦後の人数について場合分けする。勝者を決めて勝ち方を決めよう。どうもこんにちは、本田です。今日はまず4枚のコインを同時に投げるとき、少なくとも1枚表となる確率を求めよう。これは表になるコインが1枚から4枚までの4パターン考えられる。これらの確率を全部求めて、全部足しても確率は求まるんだけど結構だるいよね。そこでポイント、少なくともときたら全体からダメな場合を引こう。今回ダメなのは全て裏になること。こうなる確率は2分の1の4乗だから、全体の確率1からダメな確率16分の1を引けば16分の15が答え。少なくともときたら全体からダメな確率を引こう。次に赤玉4個、青玉3個、緑玉2個が入った袋から同時に3個の玉を取り出すとき、取り出した玉に同じ色の玉がある確率を求めよう。まず9個の玉から3個を同時に取り出すゲームだから確率の分母は 9C3。 さて今回は取り出す玉が全部同じ色でもいいし、2個だけ同じ色でも OK。 つまり少なくとも1つ同じ色を含むということだから、全体からダメな場合を引く方針で進もう。今回のダメパターンは全て色が異なる場合、つまり赤玉4個から1個を引く 4C1、 青玉3個から1個を引く 3C1、緑玉2個から1個を引く 2C1。 全部の玉を取り出してゲームが終わるから、これらをかけたものが確率の分子。ということで全て色が異なる確率は7分の2。ただしこれはダメな確率だから、全体の確率1からダメな確率を引けば7分の5が答え。今日の動画内容をまとめると、少なくともときたら全体からダメな確率を引こう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録をお願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。